ハドソンストリートとムーアストリート北の交差点トライベッカはアメリカ合衆国ニューヨークシローアーマンハッタンにある地区の名である。この名前はトライアングルビローキャナルストリートの当時を構成したものであり、トライアングルは実際には台形に近くキャナルストリート、ウェストストリート、ブロードウェイ、bg ストリートに囲まれた地域である。双方の地下が高騰したため、 駆け出しの芸術家たちがこの地域に移ってきたが、この地区も高級化してしまい、現在はマンハッタンをも出てブルックリンにまで移りつつある。トライベッカ出身のロバート・デ・ニーロが経営するレストランがあるほか、デ・ニーロらが主催するトライベッカ映画祭が毎年開催されている。トライベッカという名前は、キャナルストリートの南、ブロードウェイとウェストストリートの間、 南にチェンバーズストリートまで伸びる地域に当てられるようになった。この地域は植民地時代にニューヨーク市域を出て最初に住宅開発されたところであり、住宅地としての開発は18世紀後半に始まっていた。19世紀の半ばまでに商業地に転換され、1850年代から1860年代にはブロードウェイ沿いに数多くの店舗や ロフトビルディングが建設された。地域は1918年に運行を開始した IRT 地下鉄ブロードウェイ7番街線の延伸で開発が加速され、さらに地下鉄工事中の1914年に7番街が延伸され、バリックストリートが拡張されていた。その結果、車でも公共交通機関を使ってのアクセスでも便利になった。その他グリニッストリートには、 高価の IRT9 番外線もあったが、1940年に廃線になった。1960年代までにトライベッカの産業基盤はほとんどなくなっていた。1970年代には空室になった多くの商業スペースに安くて広い制作場所を求めるアーティストが集まってくるようになった。1980年代からは工業地域から 住宅地域への大規模な転換が進み、大型の住宅地区に変身している。1996年、トライベッカオープンアーティストスタジオツアーが、非営利、アーティストの運営組織として設立され、トライベッカのアーティストに活力を与える一方で、一般大衆の教育機会を提供することを任務とした。15年間にわたって、毎年、トライベッカのアーティストスタジオを巡る歩行ツアーによって、 トライベッカの創造的才能の生の姿を垣間まみさせるようになってきた。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件の後は財政的に苦しんだが政府の補助金や助成金でかなり早く回復できた。トライベッカ映画祭は9.11以降のローアーマンハッタンを長期にわたって回復させることに貢献するよう創設された。その任務は 国際的な映画社会と一般大衆が映画祭の経験を最低にすることで映画の力を経験するのを可能にすることである。トライベッカはこれまでも多くの映画やテレビ番組の撮影に使われてきた。今日、トライベッカはアメリカで最もファッション性が高く憧れられる地区の一つであり、セリブが住んでいることで知られる。2006年の雑誌、ホーブスは その郵便番号1万13をニューヨーク市で最も金のかかる場所にあげた。ただし隣接する低所得者の町チャイナダウンも郵便番号は1万13である。2010年時点でニューヨーク市系とコンプスタットの統計によればトライベッカはニューヨーク市内の最も安全な地区になっている。1970年代初期双方地区のアーティストが もともと工業地域だった双方での居住や制作活動の合法性を認められるようになってから数年が経った頃、その南の当時はワシントンマーケットあるいは単純にローアウエストサイドと呼ばれた地域のアーティストや住人の組織が自分たちの地区も同じようなゾーニング上の地位を得たいと考えた。キャナルストリートのすぐ南、チャーチストリートとブロードウェイの間、現在は目印となる。 トライベッカ歴史地区の一部になっている地域、税ブロック番号210に住むリスペナードストリートのアーティストと住民の集団がこの動きに加わった。双方アーティスト協会のメンバーが市の都市計画図でそこをサウス・オブ・ハウストン・ストリートと記していたことから、その地区を当時後で双方と呼んだようにリスペナードストリートの住人も都市計画図でそのブロックを表現している言葉を選んだ。 リスペナードストリートはキャナルストリートと同様に東西方向にあり、キャナルストリートの南にある最初のブロックをウェストブロードウェイからブロードウェイまで二つだけの長さに過ぎない。キャナルストリートとリスペナードストリートが作るブロックはチャーチストリートからブロードウェイまでであり、チャーチストリートでは広いがブロードウェイで狭くなる。このために都市計画図ではいくらか三角形のように見え、 他の市内のブロックが区形をしているのとは異なっている。リスペナードストリートの住人はその集団の名前をトライアングルビローキャナルブロック協会と決め、双方の活動家が行ったようにその名前を短縮してトライベッカブロック協会とした。新聞ニューヨークタイムズの記者がちくわりの話を書いていて、このブロック協会のことを都市計画図に載せる段になって一ブロックではなく、 誤って地区全体のことを指すようにトライベッカを使った。全国紙が一旦ある言葉を使い始めるとそれが通例になるようにトライベッカが地区の名前になった。このことは1970年代にトライベッカゾーニング運動に関わった元住人で委員だったキャスリン・フリードが語っていたことである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 アメリカンスレッドビルディングトライベッカには、元は産業用のビルが住宅ビルとロフトに転換されたものが多く、これは双方のキャストアイアン歴史地区と似ている。19世紀と20世紀初期にこの地区は繊維、綿紙の交易の中心だった。この地区で著名なビルとしては、ヘンリー・ J ・ハーデンバーグが設計し1901年に建設された新ルネサンス様式のテキスタイルビルディング。 カレールヘイスティングスが設計し1892年に建設されたハドソン通りのパウェルビルディングがあり、後者はニューヨークシランドマークに指定されている。ワースストリート73には南北戦争終戦の1865年に建設された新ルネサンス様式の白いビルの並びがある。その他の著名なものにウェストストリート140にあるニューヨーク電話会社ビルは マヤ文明にヒントを得た、アールデコ城のモチーフが使われている。またハリソンストリート6にある、ニューヨーク商品先物取引所ビルもある。1960年代と1970年代に放棄され高価ではなかった、トライベッカのロフトが、若いアーティストとその家族の住居として人気が出た。ローアーマンハッタンの隔絶された世界にあり、空間が広かったからだった。 この頃からトライベッカに住んでいるジム・ストラットンは、1977年に、都市内荒野の開拓というノンフィクションを表し、ローアーマンハッタンの倉庫を住居に改修した経験を、語っている。パウェル・ビルディング AT&T 長距離ビルディング、アベニュー・オブ・アメリカズ32グリニジ・ストリート388、チャーチチェンバーズ・ストリート・チャーチリード・ストリート・トライベッカ歴史地区は、 マンハッタン区トライベッカ地区内にある4つの歴史地帯の組み合わせである。1992年と2002年に指定されたトライベッカサウスエクステンション。1992年に指定されたトライベッカイース九1991年に指定されたトライベッカウェスト。1992年に指定されたトライベッカノースの4つである。 ロバート・デ・ニーロとジェイン・ローゼンタールが1993年にテレビ番組トライベッカを共同制作し2002年にはトライベッカ映画祭を初めてこの地区の宣伝に貢献した。デ・ニーロはトライベッカを含むドメインネームをすべて所有しており映画祭に関するコンテンツに使用している。特にトライベッカ .net というウェブサイトの所有者と論争してきた。 ディズニーチャンネルのオリジナルドラマである、ウェイバリー通りのウィザードたちは架空の学校、トライベッカーアカデミーが出てくる。外観は、マンハッタンのグラマシーパーク、1番街と2番街の間、20丁目東で撮影された。ありがとうございます。